金城です。今日は会員スピーチということでどうぞよろしくお願いいたします。先生もよろしくお願いします。今日は、このやればできるというネクタイを田中会長にいただきました。この実践報告をしていたださせていただきたいと思います。私は昨年、2年前ですね、2年前の7月ぐらいから、松並事務長に誘われてこちらの理事法人会に来させていただきました。最初は厚かましくも会員ではなく、非会員で1年ぐらいこちらにお世話になってたんですけども、昨年の7月から会員入会させていただきまして、もうすぐ1年が経とうとしています。このネクタイは田中会長に昨年の1月に、デニーズでいただいた、お正月にいただいたもので大変縁起物だと僕は思っております。このやればできるというネクタイ、私はやればできる、やればできると常日頃呪文のように心の中に唱えて日々活動しております。私は結婚して今年で4年目です。4月22日、良い夫婦の日に結婚させていただきました。昨年は七夕結婚式という結婚式を、平塚の町で挙げさせていただきました。本当に思い出に残る結婚式でした。その時に皆さん、平塚市倫理法人会の皆様方もお忙しいのにわざわざ応援しに来てくださりまして、なんて優しい方々の集まりなんだと僕はその時思いました。倫理法人会って本当に素晴らしいです。田中会長ありがとうございます。私は今年の3月、まだ3月ですけど、今3月ですけども、犬を飼い始めました。この犬はブリタニースパニエルといいまして、フレンチブルトンとも言うのですが、猟に使う犬として、指定されている犬なんですけども、この猟犬というのは生まれながらにして芸を持っております。物を投げると勝手にそれを探しに行って加えて持ってきてくれるんですね。鬼は外、福は内と、このことができるのではないかと私は勝手にこの犬に期待しておりましたところ、本日やればできるの実践を皆様方にご報告したいことがあります。私はこの度第一子を授かることができたであります。ちょっと緊張してないんですよ。やっとできた。本当報告したくて会員スピーチ出ないかなと思ってたら、笹ヶ瀬千人幹事から今井君どうだと言われて、私鳥肌が立つ思いで、今日迎えました。ちょっと短いですけども、これにて報告したいと思います。